ハルツさん一緒です。ここ一般の社員体の秘密や可能性楽しく紹介しようと思っております。はい。本日なんですけども、足と腰椎の関係についてで紹介しようと思っております。骨盤がね、後傾して腰椎が伸びにくいとかですね、腰が固まりやすい、痛くなりやすいって方ですね、こういった方ですね、足が原因になっているパターンがあります。まあ絶対ではないんですけども、まあ、いくらかの人はですね、結構実は、足のケアがうまくいってないがためにですね、腰が固まって伸びなくなったりとか曲がるってことがありますので、今回最後の足のケアですね、しっかりと覚えていただければと思います。はい、では実際にやっていくんですけども、まずですね、先にね、腰の動きですね、チェックして、張りとかね、動きやすさもチェックしておいてください。で、動いてチェックしてもらったらですね、実際に、ね、足のケアをやっていくんですけども、じゃあ足のケアは何を狙っているかというと、骨幹筋、背側骨幹筋、小僧骨幹筋というね、足と、指と指の間にはまっている筋肉になります。動きで言うと、足の指を開いたり閉じたり、横の動きですね。この横の開いたり閉じたりするような筋肉を狙いに形になります。このね、開きにくいとか閉じにくいって人はですね、問題がある可能性があります。ではですね、実際にケアしていきます。ケアするのはですね、まあ、結構シンプルでして、足と指の指をこう横に広げつつ、上下に引き裂くようなイメージで動かしていきます。イメージで言うと、裂けるチーズみたいなですね。裂けるチーズみたいな感じで、開きながらピーッと開いて、この間をですね、開いていくようなイメージですね。まあ、足の甲で言うと、この間ですね。この足の、この間をですね、一本ずつ一本ずつこう広げながら裂いていくみたいなですね。広げながら裂いていくみたいなイメージで、こうずーっとストレッチをしていってください。この感じで、広げて裂いていくっていう感じでやっていってください。いきましょうか。で、なんかこの辺痛いなとか辛いなってとこあったらそこは問題ですよっていう形になります。あとはですね、まあこうちょっとね、さすってもらってもいい、さすったり軽くマッサージしてもらってもいいです。指と、骨と骨の間ですね。この中足骨と中足骨の間を指でね、こうやってマッサージしてみて、痛いところとか硬いところがあったら、そのあたりもですね、軽くマッサージしていただいてもいいです。このあたりが硬くなってくると、足ですね、このこっち側にこうガーッと体が引っ張られて、それによって骨盤が後傾したりとか腰が固まったりとかってことが起こってしまいます。まあ、結構やっぱり何が引っ張ってるかっていうのはね、まあ、なかなか難しいところなんですけど、一度疑ってるのは、まあ、神経系統ですね。神経、末梢神経かなっていう感じです。単純な筋肉のつながりで硬くなってるっていうのは、まあ、神経がこうずっとね、体の中通ってるわけなんですけども、そいつをね、牽引してしまってる、引っ張っちゃってる。引っ張ったことによって、それを逃がすように腰がこう固まったりとかね、身長ストレスが腰にかかったりとかってことが起こってるんじゃないかなっていう、まあ予想ですね。として考えております。ちょっとね、さすってみてください。いきました。いけたらですね、反対側も同じようにやってください。裂けるチーズのようにストレッチをしてください。まあ、指全部ね、やってもらって、全部やったら、指と指の間のマッサージもちょっとやってください。で、痛いところとかあったら、まあ、ちょっとね、重点的にやっていただけたらと思います。で、終わったらですね、そのまま、再度ですね、スッと戻してもらって、腰の動きを、ね、チェックしてみさせると、あ、なんか背骨がさっきよりも柔らかくなったぞ、とかですね、あ、なんか腰の張りがなくなったぞ、とかいう方はですね、足の硬さですね、この骨幹筋の硬さによって、足がこうガーッと引っ張られて、腰まで固まってしまってましたよ、っていう形になります。結構ね、腰治療したり、ストレッチしたりとしても、なんかなかなか治らないなとか、なかなかどうしても体が崩れるなって方はですね、一度足のケアをしていただくのもですね、おすすめですので、一度試していただければと思います。はい、ということで、今回長くもしたことを思っております。ゆるセンターですね、オンラインスクールやってますので、こういったね、体のマニアックな話、好きな方はですね、ガラの方から覗いてみてください。また、ゆるセンター自身は大阪にありますので、直接いただければですね、こういった体についての、マニアックな話ですね、身につけたりとか学ぶことができますので、一応ご用意いただければと思っております。はい、ということで今回は以上にさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。